親と暮らせない子どもがいます。そんな子どもに家庭のぬくもりを感じてもらうのが里親制度です。あなたのぬくもりをあの子にも。さまざまな事情で家庭のぬくもりから離れてしまう子どもがいます。そんな子どもに家庭のぬくもりを感じてもらうのが里親制度です。里親には4つの種類があります。あなたのぬくもりをあの子にも。